ブリーチは、クボタイトによる日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて2001年36.37、合併号から2016年38号まで、連載された。家族を守るために、悪霊を、今日退治する死神代行になった、高校生、黒崎一吾とその仲間たちの活躍を描く。主な舞台となるのは、東京にある、架空の町、空座町。 初期の死神大公編は、自身に、死神の力を与えた死神の少女、朽木ルキアを相棒に、一守が、巨がらみの騒動に巻き込まれていきながらも解決にあたる、エブリデイマジック的要素もあったが、屍ネ魂改編以降はその要素は薄まり、敵対勢力とのバトル中心のストーリーを展開する。本作は、死神が現世と霊界の均衡を保つ世界の、 調整者として、コンパクの成物や、巨の退治を行うものとして設定され、人間たちが住む現世を守護している、世界観が描かれている。また、現世、屍魂界巨剣、地獄といった重層的な舞台を背景に、ストーリーが展開され、ストーリーの進行に伴い、場面の転換が行われる。赤丸ジャンプ2001ウィンターに、本作のプロトタイプとなる。 読み切り版が掲載され、その後、週刊少年ジャンプ2001年36.37合併号から連載を開始。週刊少年ジャンプ2016年31号の扉絵より連載完結まであと回、と黒塗りのカウントダウンが開始され、同年38号で15年にわたる連載を終了した。タイトルのブリーチは英語で脱色。 漂白を意味し、死神をイメージする黒の反対である白を連想させる言葉を選ぶことで、黒をより引き立たせるという理由から付けられた。ブリーチのキャラクターのコスプレをしたファン。第50回小学館漫画賞少,少年向け部門受賞。2018年2月時点で、コミックスシリーズ累計発行部数は、国内で9000万部。 全世界では1億2000万部を突破し、国外でも熱烈な支持を受けている。また、テレビ東京は、テレビ東京の業績に貢献度の高い作品として、ナルトナルトや、遊戯王とともに、ブリーチの名前を挙げた。本作が2011年8月に、連載10周年を迎えることを記念した企画や、イベントが様々なメディアで展開された。破面編の内容を網羅した。 キャラクターブック、マスクド、アンマスクドが順次刊行されたほか、屍ネ魂改編までを収録した、総集編、リザレクテッド・ソウルズが6巻連続で刊行された。また、2010年の1年間、週刊少年ジャンプの背拍子を本作の連続イラストが飾り立てた。2010年12月4日には、久保が企画。 脚本の段階で制作に参加し制作指揮を務めた劇場版ブリーチ地獄編が週刊少年ジャンプ連祭10周年記念作品として公開された。入場者プレゼントの特製インビテーションブックザ・ヘル・バースの先着100万名への配布をはじめ本作と関連して様々なメディアとの連動企画が展開された。また、テレビシリーズでは久保が脚本 デザイン監修のもと、週刊少年ジャンプに掲載された扉絵をモチーフに、したエピソードが制作された。2011年7月1日から、脚本、演出、木田剛による、ブリーチ連載10周年記念公演ロックミュージカル、ブリーチが上演された。2011年8月7日から14日にかけて、ブリーチ10周年記念イベント、原宿万次開催が開催された。 本作が2021年8月に連載開始20周年を迎えることを記念したプロジェクトの発足が2020年3月21日にブリーチ20周年プロジェクト久保タイト新作発表会で発表されバーンザウィッチのシリーズ連載と劇場中編アニメーションの公開原画展覧会の開催本作の最終章にあたる 千年決戦編のアニメ化がアナウンスされた。2020年8月より、バーン・ザ・ウィッチのシリーズ連載が開始された。同作では、週刊少年ジャンプ2018年33号に掲載され、作中で本作とのつながりが示唆された同盟の読み切り作品を前日担としたエピソードが展開されている。シーズン1は、 週刊少年ジャンプ2020年38号から41号にかけて全4回の短期集中連載として連載され同年10月2日にはシーズン1を原作とした劇場中編アニメーションが公開された2021年1月18日より同プロジェクトの一環として久保大と公式ファンクラブサイトクラブアウトサイドが開設された本作が 連載開始20周年を迎えた、週刊少年ジャンプ2021年36.37、合併号に、本編完結後のエピソードが描かれた73ページの、新作読み切り、ブリーチ獄音外命名編が掲載された。2021年12月18日から2022年1月16日までの、期間、ブリーチ生誕20周年記念原画展 ブリーチ EX が開催される。同店のテーマソング、ラポールは、北に達也による書き下ろし楽曲であり、同店の開催に先立ち公式 PV にて、公開された。また、同プロジェクトでは、TV アニメ、ブリーチ千年決戦編の制作が決定している。単行本、1巻から8巻、アニメ版、第1話第20話霊感が強い高校生。 黒崎一護は、悪霊退治に来た死神、朽木ルキアと出会う。最初は、死神の存在を信じなかった一守だが、人の魂を喰らう、悪霊、巨に襲われたことでルキアを信じざるを得なくなる。家族が襲われたことに激光し巨に立ち向かう一、森だったが、普通の高校生が巨にかなうはずもなく、一守をかばったルキアは重傷を負ってしまう。 絶望的な状況下で、ルキアは、最後の手段としてイチマモ守に、死神の力の一部を分け与えることを提案し、イチマモ守は、死神となって、今日退治した。しかし、イチマモ守がルキアの予想以上に、死神の力を吸い取ってしまったため、ルキアは、死神としての力をほとんど失ってしまう。そこでルキアは、自身の力が回復するまで死神代行を務める。 よう一守るに迫る。一度は断る一守だが、家族を救ってもらった恩に報いるため、死神大公を引き受け、様々な騒動に巻き込まれていく。ある日、同級生の石田雨りが一守に勝負を仕掛け、大量の巨が空座町に現れる事態になってしまう。そんな中、茶、渡り安人ら、井上織姫の二人が隠された能力を発揮することとなる。 シカバネ魂界潜入編単行本、9巻から14巻、アニメ版、第21話第41話やむを得ない事情があったとはいえ、死神が人間に力を与えるのは、死神の世界、シカバネ魂界では重罪だった。ルキアは一マモルに霊力を与えた罪で、シカバネ魂界から現世に派遣された死神の六番隊隊長、くつきじろなりと副隊長。 朝に、こいぎに連行され、それを阻止しようとした一守も彼らとの戦いで、重傷を負い死神の力を失ってしまう。一守はルキアを助けるため、裏原キスケをはじめとする、裏原商店の面々との修行の末、借り物ではない、自身のうちに眠っていた死神の力を取り戻した後、神後を来る、謎の黒猫、夜市に先導され、同級生である。 井上織姫、茶、渡り安人ら、石田雨竜と共に屍魂界へ潜入する。一守たちは、死神の活動拠点、トロレー帝の門番、田んぼを退け侵入を試みるものの、三番隊隊長、一丸銀の妨害で失敗。だが、夜一の友人である花火師、芝空鶴の協力により、空鶴の弟、岩足と共に、トロレー帝へ、 強行侵入を果たす。侵入の際に離散してしまった一森らはここに死神と交戦することになる。そんな中、一守ると、岩橋はルキアを助けたいと願う四番隊隊員、山田花太郎と偶然知り合い、彼の案内で、ルキアが囚われている、残罪宮を目指すが、そこへ、こいつギア十一番隊隊長、サラボッケン八が立ちはだかる。一方、 トロレーテーではもう一つ重大な事件が起こっていた。ルキアの処刑に疑問を抱いていた五番隊隊長、アイゼン・ソウスケが暗殺されたのである。それが、一丸銀の仕業だと思った五番隊副隊長のヒナ、森物が三番隊隊長である、一丸銀に襲いかかり、牢獄に入れられたりと、大変な騒動となった。屍ネ魂会救出編単行本。 14巻から21巻、アニメ版、第42話第63話重賞を追いながらも、ルキアが囚われている、残罪食にたどり着いた一守は、白なりと交戦するが、突如現れた夜一が戦いを中断させ、白なりたちに3日間の休戦を宣告し、一守を、連れ姿を喰らませる。一守は、夜一に連れられた場所で、残白刀戦術の最終王儀、万次会、 を三日で習得するための修行に入った。一方、藍染隊長殺害事件を独自に調査していた十番隊隊長、ひ賀屋やと郎は、容疑者として一丸と退治するが、幼馴染の五番隊副隊長、ひな、森桃に藍染殺害の嫌疑をかけられ、四丸を取り逃がしてしまう。一丸の思惑がルキアの処刑にあると睨んだひつは、部下の十番隊副隊長、 松本ランギクと共に処刑を止めに向かう。そんな折、ルキアの処刑の期日が早まる。突然の期日の変更は死神たちの考えを二分することになり、現場も混乱の一途をたどる。処刑当日、折姫は一守るとの再戦を目論む剣八と、その部下たちの協力により囚われた石だらを脱出させ、共にルキアの処刑場へ向かう。 そこに七番隊と九番隊の隊長格四名が現れ、剣八とその部下、まだらめ一角と、綾瀬川弓わゆみ彼らと対決することになる。こいつぎも幼馴染である、ルキア救出を決意し白なりと剣を交える。そして処刑が始まった瞬間、死を決意した、ルキアのもとに一守が駆けつける。それぞれの信念や、正義や思いをかけた、 死闘の火蓋が切られる中、次第に、この騒動の裏に隠された真実と陰謀が明らかになっていく。破面出現編単行本、21巻から26巻、アニメ版、第110話、第127話、第138話、第143話、屍ネ魂会から帰った一守たち。巨大時に奔走する中、奇妙な転校生、平子雅子が現れる。彼は、 死神から巨の領域に足を踏み入れたもの仮面の軍勢だった。一方、藍染めの影を感じ、一守の父、一心も死神に復帰する。ほどなくして、空座町を藍染めの配下の破面、ウルキオララが襲撃、その戦闘能力に一守らは驚愕する。この事態に屍魂界は、ルキア、こいつぎ。 ヒツガヤラ大破面の先見隊を現世に送り込むが、グリムジョーラ複数の破面が、再び来週、残白刀の能力を解放した、隊長格の死神や万次会状態の市守でも、破面に苦戦させられる。無力さを痛感した市守は、内なる今日を抑えるべく自ら仮面の軍勢の元を訪れる。一方、ヒツガヤラは、山本総隊長から、 愛染めの真の目的を告げられる。そんな中、破面たちが三度目の襲撃を仕掛けてくる。巨剣突入編単行本、二十六巻後半から三十五巻、アニメ版、第百四十四話から、第百四十六話、第百五十話、第百六十七話、第百九十話、第二百三話、愛染めの命により、ウルキオララ破面に連れ去られた織姫。屍魂界は、 本格的な戦いのため先遣隊を引き上げさせ、守りを固める。それに納得できない一守は織姫を救出するため、裏原の助力の下で、石田、チャドと共に、アイゼンらのいる巨剣に向かう。死神の力を借りずに巨剣にたどり着いた一守たちはネルトゥーラ珍妙な破面の三人組と出会い、行動を共にする。そして白なりの黙認を得て巨剣に向かった。 ルキア、こいつぎも一森トールと合流、巨みやに乗り込んだ一森らは散開して進むことに。だが、その先には獣人落ち、獣人ら強大な力を持つ破面たちが待ち受けていた。一方、織姫は愛蔵めに仲間として迎えられる。破面たちとの極限の死闘を何度も繰り広げた一、守るたちは、次第に満身創痍になり獣人たちに追い詰められていく。 だが思わぬ人物たちが一守るたちの窮地に駆けつけた。過去編単行本、36巻から37巻前半、アニメ版、第206話第212話。浦原喜介と、平子雅子が主人公を書く。時は、遡ること110年前。藍染めが5番隊の副隊長を務めていた頃。 仮面の軍勢と呼ばれる前の平子が5番隊の隊長を務め、日与里たちもまたそれぞれ隊長、副隊長に名を連ねていた。そして全隊長が王族特務へ移動した12番隊は、浦原喜助が隊長を任命されることになる。当時の副隊長、日与里の反発にあいながらも、浦原は自分なりに隊長の仕事を全うすることを決め、 技術開発局設立を目指すのだった。時は、流れ101年前、流魂以外で、謎の変死事件が発生。無車ル県西引いる9番隊が調査に向かうが、そこで発見したものは先見隊の人数分の帯が、占められたままの支破層だった。真相究明のために、現地で野営する、無車ル9番隊の面々だが、何者かの襲撃を受け、 拳西と副官の久し南次郎の冷圧反応が消失。救出に向かった、平子徹が現地で見たものは変わり果てた拳西の姿だった。空座決戦編単行本、37巻中盤から48巻、アニメ版、第215話,話、第226話、第266話、第310話、アイゾメが、織姫を連れ去った目的は、 屍魂界側の戦力分断だった。藍染めは、死神大公組と火星に現れた4人の隊長を、巨剣に幽兵一守るたちに救出された織姫も突如現れた銃、人の一人、スタークにより再び捕らわれてしまう。さらに藍染めは3番以上の数字を持つ銃人の、スターク、バラガン、ハリベルト、その従属官を連れて、現世の空座町へと進行。 ウルキオラは、藍染めの命を受け折り姫のいる巨読み屋で、待ち構えていた。しかし、空座町は、山本総隊長の命を受けた裏原が作った、展開結柱により空座町のレプリカへと、入れ替えられていた。現世に現れた森邸十三体全体聴覚と、藍染め一派は、レプリカの空座町で、総力戦を展開、一方の巨剣では、 死神大航区ミラの反撃が開始され、一守もまた、ウルキオラとの最後の戦いに挑む。やがて仮面の軍勢も介入した、空座超決戦は、互いの勢力をそぎ落とし熾烈を極めていく。空座町での戦いの最中、ウルキオラと決着をつけた一守が、現世に帰還。隊長閣が、次々と倒れる中、参戦した、一心、裏原。 夜一と藍染めを迎え撃つが、宝玉と融合した藍染めの力を前になす術もなく、本物の空座町への信仰を許してしまう。藍染めのマッシュが、有沢龍太か宝一守るのクラスメイトたちにも及ぼうと、する中、空座町の、そして、世界の命運をかけた決戦は、新たな力、 最後の月が天月を習得した一守ると、宝玉の力で完全覚醒した藍染めとの戦いで、終止符が撃たれようとしていた。単行本、49巻から54巻、アニメ版34、343話から366話藍染めとの、決戦を制して、空座町を守った代償に、死神の力と生まれ持った霊力を失った一守。 死闘から17ヶ月後、あらゆる霊なる者と断絶し、高校3年生として平穏な生活を送っていた、一守の前に、大交渉を持った謎の男、銀城空我が現れる。一心の蘇生を知る、銀城に揺さぶりをかけられた一守は、夏なしが、浦原の元を訪ねていることを知る。さらに石田が、謎の敵の襲撃に遭い、 自らの預かり知らないところで何かが起きていることを悟った一守は自身の無力さを痛感し銀城を率いる集団ズキューションのもとへ足を運ぶそこで明らかになった銀城たちの目的は一守に死神の力を取り戻させることだった単行本55巻から60巻屍かばネタマシー会で突然大量の巨の完全消滅が 次々と観測された場面から物語が始まる。死神代行として、現世で再度活動していた一森通だが、屍魂会から新たな2名の死神が現世に派遣されてきて間もなく、ウリュウと同じような攻撃を行う場面と、おぼしき人物の襲撃を受ける。それを皮切りに屍魂会では、見えざる帝国という名の組織からの襲撃を受け、 一番大副隊長の、笹部長次郎中域をはじめとする多数の死神が、殺害され、戦布告を受ける。一方一守は突如現世に来訪してきた、ネルたちから、巨剣でも、見えざる帝国の襲撃を受け、愛染めたちなき跡と実質的に巨剣を統括していた、第三十陣のティアハリベルが、囚われの身となり、巨剣が、帝国の占領下に置かれたことを知らされる。 屍魂会では、様々な状況や、調査の結果から、見えざる帝国とは滅んだはずの、滅脚師の集団であることが突き止められ、ネルたちと共に巨剣に再度来訪した一守るたちも、退治した敵から、その事実を聞かされるのだった。そして、見えざる帝国による屍か魂会への進行が、始まる。 森邸十三隊による必死の防戦や一守るの火星で辛くも撤退させるが、屍魂会が受けた被害は甚大であり、特に森邸十三隊は山本、元柳祭重国総隊長をはじめとする多くの死神が戦死するなど静絶なものだった。戦後、森邸十三隊を立て直すべく王族と組む、通称霊番隊が現れるが、そこで一守るは、 自身の知られざるルーツについて教えられることになる。千年決戦編、決別単単行本、六十一巻から七十四巻、突如、トロレー帝を黒い影が侵食し、見たこともない場所へと姿を変える。それは、見えざる帝国による屍ね魂,魂以下へ侵攻だった。再び交戦状態に入る、両陣営。先の戦いで、万次会を奪われた隊長たちも、 技巧を凝らして応戦する者の,の星十字騎士団の圧倒的な実力に倒れていく。しかし、浦原の作った新影役で万次会を取り戻し、一進一退の戦いが続く。霊王宮で修行を終えた一守るたちも参戦するが、ユハバッハは一守るがトロレテ帝に降下する際にできた抜け道を通って、霊王宮に進行を開始する。あと、 大一守るたち、そして霊番隊も、霊王宮にて遊ハバッハを迎え撃つのだった。ここでは、主要人物のみ紹介する。本作の死神は、死波僧と呼ばれる黒い着物に、残白刀と呼ばれる刀を台頭している。霊界、屍魂魂会内にある森邸十三隊という、組織に所属しており、迷いし、霊、生を屍魂魂に送ったり、 現世を荒らす、悪霊、虚から現世を守り、屍魂界と現世にある根泊の量を均等に保つことが役目の調整者である。人間の寿命をはるかに超える時間を生きている。通常人間5万人に1人の割合で現世に配属されるが必要に応じて増員される場合がある。相当霊感のある人間でなければ、その姿を見ることはできない。劇場版 第一作、メモリーズ・オブ・ノー・バディでの裏原の発言によると、竜魂以外出身の死神は、生前の記憶がないらしい。一般的に、マウレイ術院を卒業した者が死神になるが、ごく稀に死神から能力を上渡された人間や、改造コンパクト、それに、記憶の集合体が死神になることもある。入隊後は、人事異動も何度かあり、昇進や、 他の体へ移ることも何度かある。体を離れる際は、個人の事情でやむを得ず、職から離れる時は球体、副体の目処が立たない時は除籍となる。森帝13体は、高尚な組織であるという中央46室の建前上、大使本人の意思で体を離れることはできない仕組みとなっているが、実際は、周囲と隔離する必要があると判断された死神を、 孔術の、うジむしの巣に、連行、習刊し、これによって、体を離れた死神を、脱退扱いとしている。戦闘方法は、個々の死神特有の残白刀による戦術を、主にしながら、白だ、法軌道を絡めた4種類の戦術。それぞれの詳細については、各項目を参照のこと。現世を荒らす悪しき霊体。 その正体は死んだ人間の魂が何らかの理由で落ちたもの。巨剣に生息しており、餌として、コンパクを襲う時の海現世に現れる。生前、残虐な行いをした巨は死神に倒された後、地獄へ送られる。巨と戦うために集まった霊力を持つ人間の集団。巨と戦うための様々な術を体得しているが、そのほとんどは、大気中に偏在する。 霊子を、自らの霊力で集め、操る技術を基盤としたもので、内に秘めた、自身の霊力を源として戦う、死神のそれとは異なる。すべての滅脚種は地祖たる遊派バッハの血を引いており、浦原喜助によると、普通の人間なら少なからず持っている虚への体制を、全く持っていないらしい。人間を襲う虚を屍ばね魂以下へ送ることを、良しとせず、 あくまで今日消滅させることを目的としている。かつては世界中に散在していたが、その理念に基づく行動が、屍ね魂界と現世にあるコンパクの量を、乱し世界の崩壊が危ぶまれる事態になったため、今日屍ね魂界へと送ることを目的とする死神と徹底的に相派にし、結果200年前に死神の手により滅ぼされた。生き残りは、 ごくわずかと言われており、当初は石田家の、石だけのウリュウ、草原の三人しか登場していなかったが、千年決戦編にて、市守の母、正さの実家である黒崎家が、名前のみ登場。さらに、見えざる帝国と呼ばれる集団が、屍ネタマシカへの宣戦線布告と襲撃を行った。 滅却師に関連する用語の一部にはドイツ語、及びそれに類似した表現が使われている。石田雨竜が使用したものに関しては、石田雨竜使用武器、技を参照。藍染めの罠で、虚の力が発症した死神の集団。虚の仮面を被ることで虚特有の力を発揮し、自らを強化することができる。 仮面を外し、死神の能力を手に入れんとする虚の一段。虚の面を剥ぐことで生まれる。それぞれにナンバーを持ち、11番以降は、誕生順。1番から10番までの破面を、特に、獣人と呼ぶ。虚と同質の力である物質に宿る魂を、刺激する能力。引き出した魂を、自らの魂の力を加えることで大きな力と、化し、 それを用いることで物質を操ったり、身の回りのものを補助として使うことで、自らの身体機能以上の能力を発揮する。発動の際は、還元光と呼ばれる特殊な光が発生する。使い慣れたものであれば、物質の形そのものを変えて武器に変化させ、固有の特殊能力を発揮する。主に銀条らズキ羅、ーションと月島がその能力を有し、 変化する右腕をはじめとした、チャドの能力も、還元術に該当するとされている。還元術を有する、人間たちは、還元術者とも呼ばれ、全員生まれる前に、親が虚に襲われ、その影響が母体に及んだことにより生まれた時に、還元術を有している。その力を取り除くには、 死神と人間の間に生まれた死神大公に、その能力を譲渡する方法が挙げられており、実際にその方法で、通常の人間に戻った者も,もいる。ユーハバッハが、トップとして率いる、滅却師の組織。星十字騎士団、狩猟部隊といった部隊を要し、特にその精鋭たちは副隊長を含む、死神たちから、数多くの死傷者を出し、 隊長角を圧倒するなど一人数とが一騎当選の実力を有している。巨剣を占領後、破面を戦闘訓練の必要がない兵士として利用している。千年前の森帝13体との戦いで敗れた後、トロレー帝内部の影の中に隠れ潜んだ滅脚詞によって作られた。そのため、シャタマシー幕に阻まれることなくトロレー帝に進行する。 ことが可能となっている。滅脚詞としての詳細は、滅脚詞を参照。東京のどこかにある、普通の町。上空から見る限り町の外は、隣町が続き、山に囲まれている。ルキアが、現世の駐在任務のために赴任した場所であり、担当区域でもある。だが、ルキアが処刑されるために屍魂会に、 連行されたため、その公認として十三番隊隊員、車谷善之助が赴任している。現代において、空座超前域が時代とともに移り変わる重霊地となっているために、大鍵の創生を目論む藍染めにより、消滅の危機にさらされている。また、ウルキオラと共に降り立った、闇ミの魂級により、多くの人々が魂を吸われた。いわゆる霊界。 霊力を持つ貴族や死神たちが住むトロレーテイと、その周囲にある死者の魂が住む竜魂以外に分かれており、暮らし向きや待遇などが厳然と区別されている。トロレーテイの周りには通常は何もないが、通行証を持っていない者が不正に侵入しようと、すると兵が敷かれ、東西南北にそれぞれ設置されている四、大トロレー門、通称、青流門、白道門、 主門黒高主門のいずれかからしか入れない。角門には、屍ネ魂界中から選び抜かれた番人が、敬語している。トロレーティー屍ネ魂,魂界の中央に位置する貴族や、死神たちの居住区、王政により統治されている。屍ネ魂界の最高司法機関中央46室、他、森帝13体、音密機動、 動集などの実行部隊が置かれている竜魂以外とは違い生活レベルも高いようで、電柱や道路などが存在し、現世で使われるような文明の力はほとんどないが、死神が現世で活動するときには、携帯型端末によく似た道具を使っており、技術開発局など一部の機関には、コンピュータのような大掛かりな機械が置いてある。通過単位は缶。 霊王級霊番隊が守護する、霊王が存在する空間。空間内の移動はすべてハンマーでスイッチを叩き、足場に弾き飛ばされる形でのみ行う模様。また、屍魂界での移動には、天中連という中上の乗り物を使用する。通常は、森邸13体の台長ですら入ることが認められて、おらず、霊王級に入るには霊番隊に同行するか霊。 万体の意志で通すかなど、いずれにしても霊万体の力を借りる必要がある。また、霊王宮には、霊王と霊万体の他にも住人がいる。大きく分けて本殿へ続く、入り口の、霊王宮表参道、霊王が住まう、眉のような形状の本殿、霊王宮大代,代理のほか本殿を取り囲むように配置された盆のような大地に、町が乗っている、霊万里殿で構成され、 デ伝はその一つ一つを霊番隊の面々が霊王から与えられている。また、緊急時に降りるトロレー壁は、平常時はこの宮を守っているらしい。その他のトロレー帝流魂以外死神によって、導かれた死者の霊の大多数が住む、屍魂界内の貧民区。トロレー帝の周囲、東西南北の四区域からなり、さらに各区域は八十の地区に分かれ、 それぞれ名称が付けられている。地区の数が大きいほど治安が悪い。地獄に行きたくないというサラリーマンの例をルキアが、魂草する際、地獄と違って来やすいところと説明していたが、治安の悪い地区は、来やすいとは、ほど遠い環境である。死者は死後、屍魂魂会へたどり着くと、まず担当の死神により、各所へ無作為に振り分けられるため、 どの地区へ行くかは完全に運任せで生前の家族に会えるものは稀である。故に基本的には生まれた時代も場所も違う人間が混ざり合って家族のような集団を形成し生活するのが普通。また家族のような集団を形成する場合人年齢ではなく見た目の年齢で役割が決まるようで兄弟になった者同士の年齢差が親子以上ということも 珍しくない。トロレーテー内との生活格差は、歴然たるものがあるが、霊力の素養を持つものに限り、マオレー術院に入学して、死神になる道も開かれている。特定の地域からは、草履も履いていないほどに生活レベルが落ちる。街並みは、木造の家が多かったり、住んでいる人が着物を着ていたりと、少し、江戸時代風。住人は一見して、 日本人ばかりのようだが、これが、どのようになっているかは不明。基本的に腹は減らないらしいが前述の、霊力の素養を持つ者は、霊力を使うと、腹が減るため、盗みを働く者もいる。ただし、霊力を持たない者でも水を飲んだり、水を盗む描写があることや、田んぼうの腕の治療をしていた織姫に、水の差し入れがあったことなどから、 霊力の有無にかかわらず水分の摂取は必要と思われる。現世と屍魂界の狭間にある空間。ウェコムンドと書かれるように、ウェコの世界。日は普段ここに潜んでおり、その間はたとえ死神であってもその動向を把握することはできない。空間は砂漠のようになっており、その砂は白く水は存在しない。石英のような物質でできていると思われる。 枯れた木が所々にある。常に夜で、現世とは、月が反転して映る。現世や屍魂界に比べて、大気中の霊子濃度が、かなり高いため、小さな巨なら、呼吸をするだけで十分な栄養を得られる上、死神、巨滅却死などもこの空間では大幅に力が、上昇する。生前に悪事を働いた者は、死神によって、 巨としての罪をすすがれた後、巨大な扉が出現し、開かれた空間に現れた歯に貫かれ引きずり込まれる。巨のシュリーカーはここへ引き渡され、破面のザエルアポログランツとアーロニーロアルルエリも、絶命後ここに落ちている。V ジャンプで2005年1月号から2007年9月号まで連載されていたスピンオフ作品。内容は主に、 森邸13体の死神たちの日常を描いたコメディ。最初は4コマ漫画に近かったものが、回を重ねるごとにコマ数が増えていき、途中からは2ページ漫画となった。作者は、この連載の構想に丸1日をかけている。タイトルは、カラフルブリーチを略したもの。本編とは異なり、オールカラーで、絵描書き風のタッチとなっている。 赤丸ジャンプ2005サマー、赤丸ジャンプ2008をインターに再掲載された。ブリーチ空振り、森邸13屋台大作戦。として、ジャンプフェスタに関わるエピソードがアニメ化され、ジャンプスーパーアニメツアー08で上演された。劇場版ブリーチフェード2ブラックくんの名を呼ぶの、ローソン限定 DVD 付き前売券に収録され。 TV アニメーションブリーチフィフスアニバーサリーボックスにも特典映像として収録された。2007年8月8日に単行本、ブリーチオフィシャルブトレグカラブリが発売された。同単行本には、本編中の一場面に登場したトロレーテーの雑誌、月刊トロレーテー通信が特別増刊号という、体裁をとって収録されており、森帝13体の隊長、 副隊長の詳細な設定や、トロレーテー通信内のコーナーを掲載している。なお、トロレーテー通信特別編の表紙は、ジャンプコミックスのパロディになっており、期間単行本紹介の部分に、トロレーテーコミックスの単行本のリストがある。カバーを裏返すと、トロレーテー通信の表紙仕様になる。週刊少年ジャンプ本誌についている、アンケートハガキのパロディハガキが、 巻末についており、トレーディングカードゲーム、ブリーチソウルカードバトルのカード、男性死神協会も付属された。また、連載10周年を記念して、毎月1巻ずつ、6巻まで、連続刊行された、ブリーチ総集編リザレクテッドソウルズに、描き、卸の番外編カラー漫画として、カラブリ X が収録された。赤丸ジャンプ2001ウィンターに掲載された。 連載版のプロトタイプとなる読み切り作品。同作品は読者アンケートで1位を取り、本誌での連載が決定した。ブリーチ、オフィシャルキャラクターブックソウルズに収録されている。黒崎一号、口切るキや井上織姫の3人の名前や性、虚の設定などに連載版といくつか類似する部分がある。霊媒体質ということ以外は普通の高校生。 黒崎一護は、友人との帰り道、悪霊と共に空から落ちてきた黒い着物を着た少女と、遭遇する。悪霊は一守に襲いかかろうとする。一守は、悪霊から襲われる瞬間に記憶が途切れ、気がついた時には、少女の体は、縮んでおり、口切るきやと名乗る少女は自らを死神であると告げる。一守を助けたせいで力を失ったため、 体を縮めてのか七夜霊力が回復するのを待つ間、死神の任務の手伝いをしろと迫る。しぶしぶ了承した一守は、ルキアと共に、死神の仕事をすることに。ある日、ソウルソサイティから指令が届く。そこには、クラスメイトの井上織姫の名前があった。アニメーション制作は、スタジオピエロ。テレビアニメは2004年から2012年まで。 テレビ、東京系列及び21局ネットで放送された。全366話。2004年10月5日から2005年9月末までは、火曜日の18時30分から19時だったが、2005年10月より1時間、繰り下がり、火曜日の19時30分20時に、さらに2006年10月からは、水曜日の19時26分から19時54分の放送となり、 2008年10月から最終回の2012年3月27日までは火曜日の18時から18時30分の放送となった。ストーリーは原作の死神大交渉出編までを元にしつつアニメオリジナルのストーリーも追加されている。劇場版アニメーションは以下の4作品が制作されている。また、TB アニメ。 ブリーチ千年決戦編が2022年10月より、テレビ東京系で放送開始される予定となっている。2005年4月4日から2010年12月27日まで、ラジオ、大阪製作で文化放送にてネット配信された。黒崎はじめ森役の森田誠一と、マンスリーパーソナリティの声優が、リスナーからのハガキによって、コーナーを進行していく。 ラジオ番組。放送開始当初は毎週放送していたが、2008年4月の放送から、ナルトラジオ疾風人来との各週放送となった。ミュージカルの役者、テレビアニメや劇場版の主題歌を担当したアーティストなどがゲストに呼ばれることがあった。ロックと剣劇をコンセプトにしたロックミュージカルブリーチは2005年8月に初演が行われ、その後シリーズ化。 初代キャストによって上演された、ロックミュージカルブリーチザライブ漫字解消コード003までの累計観客動員数は約13万人を記録した。2011年7月1日より、キャストを一新した新生として、ブリーチ連載10周年記念公演ロックミュージカルブリーチが上演。2012年に演じられた、新生ロックミュージカルブリーチリプリーズまでの、 累計観客動員数は約18万人を記録。2016年7月28日からは4年ぶりの公演となるロックミュージカルブリーチもう一つの地上が演じられるなど、長年にわたり公行が行われるヒットシリーズとなっている。通称はブリミュー。原作よりも少しコメディタッチになっており、原作にない描写も存在する。 プレイステーションシリーズはソニーコンピュータエンタテインメント、ニンテンドー系はセガとハードによってメーカーが異なり登場するキャラクターも若干違いが見られる。原作で明かされなかった謎がゲームで判明することもあり、浮ッキだけ、山本総隊長、ランギク、ウミツバメといったキャラクターの残白刀の詳細が判明する等、と、 原作を保管する役割も見せている。GOGAMES.me クラブと混乱集英者のボイスコミック、ボミックとして、2011年9月2日から9月30日に、ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、ボミック公式サイトで配信された。全4話。死神大交渉出編を原作としている。 日本人俳優マシオカが、ピーター・シーガル監督の制作会社、キャラハン・フィルムワークスに映画化の話を持ち込み、2012年2月には、ワーナー・ブラザースが映画化権を獲得したと伝えられた。脚本は、ダンマゾーが担当し、マシオカはプロデュースも務めるという報道もあったが、企画は頓挫している。上記の経緯の後、映画化権を取得していた、ワーナー本社が、 ワーナーブラザースジャパンの小祝光悦に、邦画での制作を提案し、最終的に、佐藤信介監督、福士草太主演で、死神大公編をベースに実写映画化が決定。2018年7月20日に公開された。公開前の宣伝などでは、ブリーチのタイトルだが、エンドロール前のポストクレジットでは、ブリーチ死神大公編のタイトルで表示される。 BD, DVD 発売、販売元は、ワーナーブラザーズホームエンターテイメント。CD 書籍2011年8月7日から14日にかけて、原宿の原宿通りと竹下通り、拠点となる、デザインフェスタギャラリーイストを中心に、ブリーチ10周年記念イベント、原宿万事開催が開催された。 デザインフェスタギャラリーイーストでは1階で関連グッズを120種以上販売する、浦原喜助の裏現象店。2階では、女性キャラが作ったという名目のオリジナルワッフルを販売する、女性死神協会特別推薦ワッフルや、3階では、久保の描いたイベント用の20点以上のイラスト展示、およびキャラクターテーマミュージックを視聴できる、リトモ、ワイメロディアや、コミックスや、 週刊少年ジャンプの原本などを展示して、連載10年分の歴史と世界観を振り返る、空座超歴史記念館が展示された。また、竹下通りのダイソーで配布される内輪に書かれた、クロスワードを解いて、原宿のどこかに潜む市守を探すという、謎解きラリーや、デザインフェスタギャラリースと1階で、森邸13体加盟店と称したイベントと、 提携した44店舗で買い物をするともらえる抽選券2枚で参加できる抽選会が開催された。明治通りのギャルソンカフェも支派層を着たギャルソンが接客するコラボカフェカフェラシカバネ魂会として営業し本作のキャラをモチーフとした料理が提供された。ブリーチ生誕20周年記念原画店ブリーチ EX は 本作が2021年に生誕20周年を迎えるにあたり開催される初の原画展覧会である。渋谷光栄球会9階光江ホールで2021年12月18日から2022年1月16日まで開催される。開催前日の12月17日は、クボタイト公式ファンクラブサイト、クラブアウトサイドの会員限定プレビューデーとなっており、 スペシャル会では、久保と歴代の担当編集者が出席したトークショーやライブドローイングが行われた。また、テーマソングや特別展示楽曲を提供したシンガーソングライターの北に達也がサプライズゲストとして登場した。キャッチコピーは、20年の歩みを魂で体感せよ。テーマソング、ラポールは北に達也による本店のための書き下ろし楽曲であり、 本店の開催に先立ち公式 PV にて公開された。プロモーション2020年3月21日に YouTube ライブ、ペリスコープで配信されたブリーチ20周年プロジェクトクボタイト新作発表会で2021年冬に原画展覧会が開催されることが発表された。2021年8月10日に公式 PV が 本店の YouTube 公式チャンネルにて公開された。10月12日には久保描き下ろしによる2種類のキービジュアルが解禁。10月18日には公式 PV 第2弾が公開され、公式 PV に使用されている楽曲が北に達也による本店のための書き下ろし楽曲、ラポールであることも合わせて発表された。チケットは平日券、土日祝日日時指定券のほか。 特典グッズの引き換え券が付いた、グッズ付き平日券、グッズ付き土日祝日日時指定券が用意された。また、コラボレーション企画として、2021年12月17日から2022年1月16日までの、期間、ブリーチ原画展開催記念、同級生、スタンプラリーが開催される。単行本表紙のタイトルロゴは1巻から48巻まで、一貫して、 トリコロールカラーであったが、49巻以降は、ブリーチの文字が、白抜きとなり、配色は、巻ごとに変わるようになった。また、体裁が変わった49巻以降は、ブリーチの部分に、エンボス加工が施されている。コミックス一覧、久保タイト、ブリーチ終映者、ジャンプコミックス、全74巻、終映者漫画総集編シリーズ終映者、 ジャンプリミックス電子書籍版としては、ジャンプコミックスデジタルレーベルより、おおむね紙製単行本と同内容で電子書籍化された、モノクロ版、クボのカラー原画に加え、クボの原画をもとに集営者で、デジタル再色を行った、カラー版が配信されている。これを購入などすれば、デジタルデバイスにおいて、閲覧可能。ブリーチ20周年プロジェクト クボタイト新作発表会は当初2020年3月21日から開催されることになっていたアニメジャパン2020で行われる予定だったが新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためイベントが開催中止になったことを受け予定していたイベント開催日時と同日同時刻に YouTube ライブペリスコープで生配信された ブリーチ死神大公編に関するカテゴリー、ありがとうございます。